黄色のシェラックシェラックは、ラック貝殻虫、およびその近縁の数種の貝殻虫の分泌する虫体被覆物を生成して得られる樹脂状の物質である。セラックともいい、漢語では紫ニカワという。原料の塊は、主にシェロリン酸、アロイリット酸などの樹脂成分約75%、タカルジアセロール、ラクセロールなどのワックス成分約5%、ラクセリン酸。 タカルジアセリニン酸などの色素成分約7%、その他水分や異物からなる。インド、タイなどの東南アジア、南アジアでラックガラムシを養殖している。中国雲南省、四川省などでも生産されている。ラックガラムシは体長1センチメートルに満たないガラムシの一種であり、様々な比較的広い範囲の種類の樹木に集団で寄生する。 貝殻虫は一般に体表から分泌する老室あるいは樹脂質の虫体被覆物で体を保護しているが、ラック貝殻虫の場合は、この集団内で体表から分泌する虫体被覆物が互いに融合し、宿主樹木の小枝を取り囲む棒状になる。この棒状の塊を夏に採取して粉砕し、熱あるいは溶媒を用いて虫体被覆物を構成する。 樹脂状物質を抽出したものがシェラックである。A.B. チャンスー新医学院編、紫草だけ、中薬大辞典、ピアニッシュも2365から2366、1986年、上海科学技術出版社、ISBN7 から532308421、沢田和弘、図解でわかるプラスチックサイエンス愛心書、2008年、48ページ。 ありがとうございます。